アセチルコリン受容体は神経伝達物質であるアセチルコリンの受容体である。アセチルコリンによって刺激されるのでコリン作動性受容体とも呼ばれる。アセチルコリン受容体は代謝調節型のムスカリン受容体と4チャンネル型のニコチン受容体の2つに対別される。ムスカリンがムスカリン受容体アゴニストとしてニコチンがニコチン受容体アゴニストとして働くことから この名前がある。アセチルコリンは、どちらの受容体にも作用する。アセチルコリン受容体に作用する薬は、その作用する受容体及びその受容体の存在する組織によって異なる作用を示す。薬物の中にはどちらにも作用するものと、どちらか一方により選択的に作用するものがある。ムスカリン受容体の一つ、M2 の構造。 ムスカリン受容体は代謝調節型の受容体で g タンパク質協約受容体の一種である。抹消では副交換神経の神経終末に存在し、副交換神経の効果期の活動を制御する。中枢にも存在している。なお、ムスカリン受容体は、さらに細かく M1M5 のサブタイプで分類され、それぞれの受容体に非選択的に作用する薬と、 選択的に作用する薬が存在する。副交換神経終末には M1 受容体が多い。アセチルコリンがムスカリン受容体を刺激することを阻害する。ムスカリン受容体拮抗薬。ニコチン性アセチルコリン受容体の構造。ニコチン受容体はイオンチャンネル型の受容体で、末梢では自律神経の不自然繊維終末及び運動神経終末に存在しており、 交換神経も副交換神経も共に、ニコチン受容体を介して興奮が伝達され、筋肉の運動は、ニコチン受容体を介して行われる。なお、自律神経節前繊維終末受容体と、運動神経終末のニコチン受容体は、厳密には異なる受容体であり、非選択的に作用する薬と選択的に作用する薬がある。アセチルコリンが、 ニコチン受容体に結合することを阻害する。メディック医学用語集めで行く、ムスカリン受容体、松崎武史、糖痛伝達機構における、体上界ムスカリン受容体の役割神経元性、頭痛モデルを用いた検討ネイ百1100億814万6938山崎義彦、会話の神経回路における、 ニコチンの作用ネイド100億2654万4506ありがとうございます。